そうですね、巡視者魔女はやはりオフェンスも初動追われていく可能性は高いと、いいね、というところで、もしこの編成でオフェンスしか危機一発なくて、かっこいいコーチ、そのオフェンスからファーストチェイスとか、そうですね、そうなってくると救助者左右救助の連携だったりとか連携力が試されると思います、はい、さあエリア選択、そして内在人格がこちらとなりました。炭鉱フラホ、目の魔女です。フライホイールは炭鉱者のみですね。やはり危機一発は1つフェンスでしたね、はい、そしてキーガン対策として左右は2人と、はい、はい、うんうんうん、きました左右やっぱ積んでるんで結構キーガンを見ていたんだと思います。スカーズサバイバーとしては、はい、まあキーガンで来ると思うよな、あんだけ強かったら一戦目ジャバスターさんキーガンめっちゃ多かったから。デイワンの開幕戦となります。さあハンタージャバスパ夢の魔女、オフェンサーここスルーして向かう先はピョネ、ここで逃しそこを見つけられたのは大きいですね。ええ、棺はすでに置いてあります。うんうんうん、今回の特質は巡視者、まずは規制を入れてオリジナル自動追尾がうまくコントロールしてるぞ。これやばくね、炭鉱やられるぞ。なんでこれ結構炭鉱者にタゲテンこのまましていく可能性もあります、うん、はい、そして脳幹視の規制で炭鉱者に一撃オリジナル。さあ会場から歓声が沸き起こりました。薄やん、まずは一撃、おい一撃入っただけでこんだけ盛り上がるのめっちゃ面白すぎやろ。さあドキさん、脳幹視に規制の炭鉱者に負傷と、はい、これは、ね、大会って感じするわ。相手の位置をよく見て、ミスを拾うというか、いい動きです。オリジナル信条も違う。いやでもこれ、炭鉱、なかったですね。めっちゃいい感じで一撃与えたけど、あれか。祭司に巡射。うわ、シャオチェみたいな立ち回りや。うわ、シャオチェみたいな立ち回りしてるこれ。祭司の1ダメージ。うわ、めっちゃうまいこれ。ワンプザースは1。炭鉱者そのまま追われるんやったら多分脳幹できるんよね、去年さんが。はい、あのワープが残り少ないっていうの脳幹できたけど、祭司がこっから狙われるんやったらまだ祭司と脳幹師合流できてないから脳幹できんやろ。ボイスチャットの連携をかき回すようなジャバスパの衝動になっています。うまいうまいうまい、反対から言ってる。結構こうなるとどっかで、あ、気づいたね、ハンター目線自己対するんです。さあ最新のファーストダウンこれうまいな。え、脳幹視も一撃与えれる、方向に繋がっていくと思います。アオフェンス来てうまっ。モネの確定救助の選択になります。規制殴りだったんで規制がすぐできないっていうのを読んで、なるほどなるほど、規制できないうちにね、オリジナルしかおらんからね。いやこれモネさんタックルの判断素晴らしい連携やな。さあ中盤戦どこかでチェイスを伸ばしたい、時間を作りたいのはスカーズサバイバー側か。オリジナル再び中央に、さあシナメはそこを抜けている。残り5台やけど5台ともちょっとずつ回ってるよね。動き読んで、そうですね、先回りして距離チェイスをさせないようにオリジナルを。炭鉱者の補助来るけど、はい、これさあそして裏向きカードでダウン取られたらきついんよな。そうですね、いいところに炭鉱者いたんでこのまま鬼没。うわ読み勝ちした。ダウン取れたの大きいですね、ええ、特質入ってないんで。さあ釣らずにダウンの状態で即脳幹していきました。次はどこにあるか、傍聴面です。なるほどね、規制つけられる前にね、あの魔女本体もおそらく最果ての近くにいるっていうことを考えて の, あの即脳幹でした、ね、そうですね。実は死体の位置も少し墓地側には寄れてい 7台回ってもすごいな。真ん中寄りにちょっと置いてたんで、ええ、すぐチェイス始めることができています。そうですね、鬼没使われるけどこれ壁入れるか、入る無理やな、ね、特質だって帰れる。いやー、ジャバスパさんうまいな。治療入れてるんですけどオリジナル、そうですね、早いんで間に合わなかったです。はい、マジでうまいわ。離れていく去年、ここは祭司が三度釣られていく結果になりました。ファーチェの暗号機が、見て分かる通り攻撃の入れ方が、ほんまに中華魔女や。はい。すごい、スカーズ相手に。スカーズです。セカンドチェイスはピョネの脳幹視。この魔女戦？セカンドチェイス伸ばしたいですね、脳幹視。マジで、だって永眠鳥とかスカーズ、魔女相手に4逃げとか普通にするからな。これチェイス能力のない。脳幹視か、追われていきます。特質を吐かせるか、そうですね、規制殴り、うん、まずは一撃です。オリジナル信者は自動追尾、
ここ絶対稼がないといけないね。ここダウン取られたら暗号機も寄せられて、もしかしたら間に合うかもしれないですね。窓を封鎖して届くか。うおー、ましたここはピョンネ選手よく読み勝ちます。この読み勝ちでかすぎる。ここでダウン逆にジャバスパさん取れてたらもう勝ちやったと思うな。残り1台が回らへんかったけど、ここ耐えたことによって回るね。これここのワンプレイマジででかかった。ピョネさん立て直しの場所見つけたの大きいですね。はい、鬼没も上がっている信者です。さあ、この立て直し位置見つける。ダウンを取られた。うわ、この立て直し見つけるのは偉すぎるわ。担当者が解読でオフェンスが球場って形になるんですけど、はい、担当者が負傷してるので、はい、そこに規制弾のちょっかいかけられると回せないって状況を作られてるので。そうですね。しかも真ん中寄せていきましたね。うん、寄せるで規制もつけれる状態。早いんで、ここでうわ真ん中守れるね。さあ、規制を入れてる間に 86% まで上がりました。そして球場圧をかけます。担当者に意識を。モネさんタックルのタイミング完璧やな。さあ、どう立ち回るジャバスパ。ここで規定し、はい、対応はできました。キーガの手、やはり瞬間でも持っていけないハンターでもありますしね。はい、さあ、気が開始いたしました。でいきましょう。さあ、 90% がここの中央の暗号機。あと 10% やけど、これ、うわ、無理やり、ま、うわ、回してる。偉すぎる。離れ、オリジナルの到着の頃に 98%。ギリギリ上がんなかったです。いやー、いったねー。もうちょっとオリジが離れてたら、きっと、つけてたかもしれない。はい。あ、でも、さあ、モネが少し 1% 回して 99%。え、これもう開けちゃう？規制。あの、脳幹視がインを取りに行ったりだとか、はい、整えてから、いい状況での通電を。そうですね。はい、考えています。はい。でも逆に言ったら、これハンター目線、鬼没の特質貯めれる時間でもあるから。ハンターとしても特質が上がっていきますよね。うん。そうですね。お互い様やね。セノプールタイムだったり、特質が上がっちゃう前に。いや、見合うやろうな、これ。特質貯める&規制。希望がない状態というのは少し不安な場面。特質が溜まったら、規制つけるかな。さあ、お互いに待ちの時間になります。遠く行った瞬間に、ええ、あの意識切って、はい、ただ担当者が磁石3つ溜まったね。さあ、じゃあこれどうなるやろう。まだ引き分けかな。うまいこと言ったら3釣りできそう。試合開始7分が経過しています。ジャバスパ選手目線、オリジナルの鬼没が、そう、でも脳幹視、ピョネさんが脳幹視してるんやけど、はい、もちろんのこと、ピョネさん、担当者もオフェンスも姿見てるはずやから、脳幹視次第では3逃げもあるんか。はい、これ特質溜まるから殴ったと。で、規制つけて、あ、オフェンスに規制して、ゲートを守るに行かないのであれば、もうオフェンスを、ダウン取っちゃいたいところです。はい。通電後。ここは鬼没は打たず。うわぁ！ボールを先に使わせて。うわ、ちょっと引っかかった。少し引っかかる。板まで間に合うかもね。いや、読み勝ちした。ここよく突っ込みましたね。はい、まあ、規制が返ってきてたんで、それが分かってて、ね。で、オフェンスの感想するよね。さあ、棺はどこだと探すジャバスパです。ハッチ確認できたわけど。難しくなってきますね。ええ。すると、脳かし出さなあかんねんな。使っていけるというオフェンスです。さあ、両ゲート開けられた。ゲートの前を置いてました、ね。そうですね。きちんと配置はできています。どうする？まあでも通年後は危機一髪状態ないんで。つっと。はい、さあですが、脳かも死毒だと。ん？あ、そうですね。これハッチの上に脳かされてるから、はい、まあこれダウン取られる。そうね。うまく対応してきました。ジャバスパかなり警戒はできていたようです。今の惜しかったですね。ゲート前と見せかけて、えっ、ちょ、やばない？危なっ。さあ、少し入り怖いところだったがオフェンスを持ち上げることができました。初戦スカーズ素晴らしいですね。やっぱ崩れんなスカーズ。振り回されてるような初動でもありましたが、いや、モネさんのタックルがうまかったわ。男子の規制から始まったんですが、タックルのタイミング完璧すぎる。どんどんターゲットを移していくような。
僕もね、このマップのスーポン選択やったら右上取るんよな。この場合ですと占い師を追いに行くんじゃないかなと。いやでも真ん中右に人格はこちらです。右だけに行兵を置くんよ。そしてフライホイール3名当時、そして傭兵がの身が危機一髪を持つような人格構成となっていきました。傭兵以外フラホや。トキさんかなりフライフル多めに、ね、グレイス対策も取ってたかな。そうですね、おそらくフィリップは使われるとは分かってはいた。グレイスも結構見てたんだと思うんです。ロニーでも言うていけるっちゃいけるからな、フラホ。フライホイールで回避。はい、さあ第1セット後半戦見てまいりましょう。これはすごい傭兵を追ってきましたね。まあ、とりあえず近くに湧いてるので傭兵ちょっかいかけつつ他のキャラを見つけるっていう動きかもしれないです、はい、そうですね。今回 S 字脇の KT の担当者です、はい、参加することなく早めに見つけられたのは大きいです。そうですね、はい、もしスポーンは離れた場所でしたが、さあ窓を塗って封鎖まで行った。あ、これ人格そうや、修正前やから。待ってた担当者です。板加速あるんか、フラホでも。この窓もさあ閉じ込めて、一つ目の磁石が投げられた。引き寄せの3が入ります。ローが、いやこの追い込み方一撃入るね。占い師袋を使うか。そうですね、さあ100固まった。ここは袋は今見てたっぽいですけど、その前に、はい、そうですね、見るのやめたんですね。そのちょっと前に見てたでしょうか、はい、クールタイム中でした。ちょっと噛み合わなかったんで、さあ未来館瞬間移動です。特殊、え、これ未来館さん瞬間の右下このまま追っていくと思います。はい、フライホイールを人格見てなかった。磁石で引き離して、ここは固まって使い取りです。むしろ粘着が合わせる。うわ、こっから占い師行くんや。占い師が弱い位置に立ってるの。はい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 、ちゃんと見てたね。あー後ろ見すぎた。64の不要で一撃入る。そうですね、ここ電車には乗れない。え、これやばいんちゃう、これめっちゃ未来館さんちょうどいい。さあここで固めること。いや上か、上打ってる、右上。パーソナーは占い師トキさん、存在感の溜まり方もこれいいですね。フィリップ、そうですね、この初動はとてもいい。瞬間で左フラム、ここで何としてもあの KT 目線は傭兵で DD などはしたくないですね。はい、ここでしちゃうと。さあキキパッすごいな。傭兵のみの採用です。ドポン、あと一つの存在感でフィリップは存在感マックス。救助狩り性能が一気に高くなっていきます。3釣りしたらセット取りやもんね。とりあえず引き分けは絶対取りたい。うわ、うまっ、無傷救助。はい、セカンドチェイスこれで伸ばせる可能性ができたので。あー、ここね、もう板倒しちゃったら封鎖されちゃうから。おー、決めてきました。決めていった難しいテクニックです。うん、決めてきたんですけど、ちょっと板には間に合わなかったです。そうですね、キヨの一作、占い師のトンネル。追い込み方うまいな。さあ2釣り目で残り4台の KT。 これ今回ね、キャスターの人多分会場全部、ね、響き渡ってるんちゃうかな。マックスなんで観客の方からも、見捨てたと思うんですけど、キャスター陣営目の前で見れるような感じでやってるらしいんで、今回は待機に来たキャラガンガン攻めに行くとなると、はい、もう勝ちも見えてきます。でもマイクでそのまま会場泣かれてるんちゃうから。無傷救助とかされちゃうと引き分けに一気に近づいちゃうんで難しいんですけど、はい、結構前のめりに。そうですね、出ますね。で、後ろでちゃんと耳鳴りしてないの確認して、ちゃんと一人飛ばしていく。ここで耳鳴りが鳴っていき、はい、占い師が飛んでいきました。これですと結構早い状況でセカンドチェイス入るんで、KT サバイバーとしては何としてもこのセカンドチェイスは伸ばしたいですよね。存在感マックスで伸ばさないと、うん、いや今細かいけどさ、ローの構え何回も取りながらちょっとずつ取るにはステイン隠ししてるよね。非常に重要だと。傭兵を追いながら暗号機ずっと確認してたんで、大派手が固めちゃって、あの初めたのをよく見ていました。うわっ、これ当たるぞ。うまっす、いいフラフォーカイでもまだ塞がってる。板は乗り越えれない。封鎖されている。いやー未来館さんこれ見せた。長いんですよね。一箇所でチェイスを完結していきました未来館。うますぎ。このダウンが取れるってなると、これがロー人形の強さよね。いやでもこれバトルさん上手かったけどな、回ってるんですよね。けどバラバラに回ってるんで、
このバラバラに回ってる暗号機をちゃんと管理されているか、はい、暗号機の回し方めっちゃ綺麗だ。でも2台回してるのも分かったからもう圧かけまくるよね。2台回ってるんでガンガン攻めいってますね、はい、強気なプレーで素晴らしいです。さあ効果の前に暗号機上がっていきました。ここまで来ると傭兵がここから救助を始めないといけないんで、これ5割、はい、さあ間もなく半分を超えようとする。大丈夫？一歳級の昆虫学者です。うわ固まらなかった。17。いやでも固まって5割超えた。うわこれまた逃げ機やん。半分超えた。養老も間に合っていきました。溜め攻撃。絶対ケバブにならないように溜め攻撃でいったのは。えら。なるほど。でもし救助されてたとしても傭兵の。これね。うわこれ未来傘マジでうまいわ。さあ粘着。傭兵の。いや虫が殴りにくいように傭兵が壁入ってたんですけど、傭兵に当たらずに虫だけ当てれるように攻撃振ってて、ちゃんと虫当ててたね。はい。暗号機も 82% あるが、もうほぼ2台になるので、ここの暗号機を上げたかった傭兵でした。もう傭兵釣りで。もう1台も結構回ってるんで、そうですね。昆虫学者が、解読、参考者が救助。いやだ結構回ってんな。ここ耐えたのうまいわ。していくかもしれない。はい。KT サバイバー一度ここは時間を作ることができました。傭兵の初釣りとなります。さあここで一度延期停止。これうま。はい、溜まってますね。三人通電はするね。見てまいりましょう。道こまえ、まあ、きつ。守りにくいな。さあおおよそ昆虫学者が逃げ込んだ先は把握している未来感です。うん、ここ固めて瞬間移動した。瞬間移動してきました。半分超える？ポジションもここ老人形に。そこ掴む？ここ来た。すごい強気の。ダウンさあここで仕留め切りました。今すまん。この2枚の板連続で養老に変えてるからスタン食らったら、まあ、今のはダウンなんよな。板スタンでもあのローが当たるんで。そうですね。そうね。考えて突っ込んでったのか、ね。あうま。いやこれ止めたい。これ止めたい止めたい。これ止まったら最高。うわ惜しい。時代は上がってきました。行ってる間に通電とかじゃなくてここにもう向かい近い距離に来ても通電なので。はい。なんとかしてどちらか一人でも今止めれたらなぁ、熱かったなぁ。特設溜まってる、溜まれる、溜まれる溜めれるから、4釣り3つあったけど、いや、まだ4釣りあるなぁ。いや、引き分けも全然あるわ。さあ、養老をここで入れた。あとは引き止める人格、オリジナル本体の攻撃で、殴れるか、ハッチは近い。探訪者がゲートを開けている。 70% の買いも嫌な位置にハッチありますね。ええ、その前に固めた。素晴らしい。ダウンとちゃんと固めてハッチと逆側に、完成がすごい。ダウンと同時に探訪者のゲートを開いていきました。いやー決めた3釣りや。さあここでラウンド1。いやうまい。ゲートを獲得したのはスカーズということになりました。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。